桜の切り紙の作り方です。今回は星型の折り紙で使われている方法を取り入れてみました。まず折り紙を2つに折ります。端を45度に折ります。開いてペケ印になるようにもう一度折ります。この折り目の中心部分に反対側の端がちょうどくるように斜めに折ります。これを半分に折って、この折り目のところにちょうど重なるように下の折り目を持っていきます。裏返して折り目と折り目を重ねて折れば、これで十折りの完成です。表に戻してこの線で切り取ります。これを開くと正五角形になっています。桜の花にするときには、開く前に花びらの半分の形を描きます。真ん中の部分におしべも描いてみました。そうして線の通りに切っていきます。開くと桜の花形になっています。実際に折るときには中表に折ります。外側に裏の白いところが来るように半分に折ったら、同じように斜めに折っていきます。この時線は入れず、折り目の中心に合わせて折ります。半分に折ったらその線に合わせて折り、裏返してまた折る。余分なところをハサミで切ります。目立たないように鉛筆を使って切る線を描いていきます。残すところを細くして繊細な感じにしてみました。これがおしべの部分です。八重桜にするときには横に花びらを付け足します。切るところが多いのでずれないように気をつけながら丁寧に切っていきましょう。真ん中の部分も少し切りました。残っている部分が細いので、折り目をしっかりと押さえて伸ばしながら開いていきます。これで八重桜の出来上がりです。初めに作った桜もさらに切り込みを加えるとこんな感じに変身します。これはまた別の桜と八重桜です。こちらは切り方を変えたり、グラデーションが出るようにプリンターインクで染めたりしています。桜だけでなく、
10折りでいろいろな形を切り取ることができます。10折りの方法を覚えていろいろな切り紙に挑戦してみてください。